今日はですね、これからですね、静岡の方に車で行って、静岡の伊東に、温泉街ですね、伊東温泉の方に行きたいと思います。まず今日はですね、もういきなりもうお昼ぐらいに出たんですけど、これからまあ2時間から3時間ぐらいかけて東名でですね、ラフォーレクラブ伊東温泉庭の湯っていうところに宿泊して、でその次の日にホテルニューオカベっていうとこね、泊まりますんで、その間ねまたいろんなとこ行ってね、ちょっと遊びに行きたいなと思います。ここでちょっと休憩してご飯食べます。海老名パーキングエリアの出店みたいな感じでいろんな食べ物が食べれますね。店舗がね無数にあって、中にもですね食堂がねあって、まあ、いろんな店舗がね入っていますね。で今回はですねラーメンを食べたいなということで、なんつってっていうね超美味しそうな豚骨ラーメンのお店に入りました。このね豚骨ラーメンを食べていきたいと思います。エフライ定食美味しそう。はい、豚骨ラーメンとチャーハンのセットですね、来ました。おあ、どうぞ。うん、うまい。間違えて電気じゃなくてスープームに持ってきちゃった。お、うまっ。うん、めっちゃマイルドでうまいっすね。チャーハン食べます。うん、うまい。珍しい、味玉に色ついてるのに中半熟、すごい。あ、海老名めっちゃ良かったです。めっちゃ広いですね。なんつってね、すごいマイルドでクリーミーすぎないでめっちゃ美味しかったです。今ね、高速降りて熱海ら辺まで来てるんですけど、これから伊東までね、まだ下道1時間ぐらいありますね。ホテルというか旅館をね、予約した時は普通だったんですけど、予約の日になるにつれて緊急事態宣言になっちゃったんで、まあちょっとどうなるか分かんないですけど、とりあえず楽しんでいきたいなと思います。すごい、ここから景色がめちゃめちゃいいですね。あ、海水浴してますね。いいですね。なんか、3時間半ぐらいですかね、休憩も入れて。はい、到着しました。今ラフォーレクラブ、はい、今からですねチェックインしていきたいと思います。はい、こんな感じです。なかなか落ち着いた佇まいですね。ちょっとね駐車場20メートルぐらい離れてますね。はい、1階を入るといろりみたいなものがあって、外がね庭園になっています。でフロントの方でチェックインをするんですけども、フロントのね横にはですね足湯なんかもあってね、非常にね景色がいいですね。はい、鍵もらいました。早速チェックインが完了したんでね、お部屋の方に行こうと思います。横のね足湯のところを通り過ぎて食堂があってね、ここにお風呂がありますね。非常にね和の佇まいがね心落ち着きますね。はい、エレベーターに乗ってねお部屋の方に行きたいと思います。今回はね7階のお部屋ですね。712近っ、いいですね。いきなり中入ってみます。こっちから、おお、めっちゃ和ですね。あ、意外とこじんまり系ですね。おお、あ、テレビがあります。どうもここです。あ、着物がよかった。こっちにお布団が入ってますね。はい、ここはねお布団自分で敷くみたいですね。ビューはこんな感じですね。マウントビューっていうのかな、うん、はい。あ、これ例のお菓子
菓子とお茶とポットがありますね。あとは冷蔵庫は空の冷蔵庫であります。はい、これはトイレですね。はい、トイレ始まりした。ここにはお、ヒゲ剃りと歯ブラシとブラシだけ用意してありますね。あとはこれはハンドソープかな。で、これドライヤーがありますね。あとテレビの下に金庫あります。大浴場が24時まで、で朝は6時から10時で、レストランが1階に全部集まってるみたいですね。で、家族風呂はな貸し切りで3つあって空いてるとこがあれば勝手に入れるみたいですね。それと足湯テラスみたいなね、外にある足湯もあるみたいですね。到着しました。ですね、なんか内風呂ないんですね。だから下の1階の温泉だけで、中にね、お風呂はない部屋でしたね。今回は和室のお部屋ですね。はい、まあなんかこじんまりしてね、そんなに値段的にも、そんなに高くないんでいいんじゃないかなと思います。金額は、一泊二食付き、朝、夜と、朝食ですね。まあこれからなんですけど、ついて、2万4000円ぐらいのお部屋ですね。まあ二人でですね。はい。なので、まあこんな感じかなって感じです。まあこれからね、お風呂とか行って、どんな感じかね、見ていきます。これはカードキーじゃないのよ、ここに入れるタイプですね。これが献身の湯ですね。ここが入り口。これあれですね、海から出てきたらこれ足流せるシャワーついてますね、入り口に。便利感じで地図がありますね。ホテルこの辺なんですけど、今ここら辺で、コンビニがこの辺にあるっぽいです。どこだろう。もうここら辺のね、飲み屋さんはもう12日までずっと休みですね。歩いてね、4分ぐらいのところにコンビニありましたね、セブンイレブン。割と近い。ここがコンビニで、あそこ、あれがラフォーレですね。新の国限定ビール売ってますね、コンビニに。とりあえず、部屋飲み用のお酒ゲットしました。中はこんな感じです。今ちょっと上にちょっと来ましたけど、中もこんな感じで。まあ、フリーサイズみたいですね。あとなんかこのお風呂に行く用のカバンがあって、バスタオルとタオルが入ってますね。はい、これでお風呂に行きます。1階に充電と電話と自販機ありますね。それとカップラーメン買えるね。これ風呂は朝と男女入れ替えるみたいなんで両方楽しめますね。家族風呂あるの結構便利ですね。洗面台ありますね。はい、これこっちは一の湯ですね。貸し切りだからいいですね。なんかプライベート感があって。ここ結構深い。おお、庭園が見えます。あ、いいですね。なんか貸し切りあるって結構いいね。かなりいいです。はい、これね、子供の寝かせる台もちゃんとありますね。すごい便利になってます。マッサージチェアありますね。マッサージチェア、足もフットもある。いくらだ。15分200円。これはちょっと100円。はい、男に行きます。リクライニングチェアでお風呂上がりゆっくりできます、休憩所結構広々してます。ここにお酒売ってましたね。やったー、お酒売ってる。ドリンクも売ってる。お邪魔無料です。活性炭水なんてあるよ。緑茶、ほうじ茶。お風呂ね、行ってきました。非常にね、綺麗ですね。もうガラス張りで、外の岩とこの草木がねこう見えるんで、なんかちょっと結構癒される感じでですね、中はとっても綺麗でした。それとあと露天風呂も、屋根付きの露天風呂、まあ、木枠になっててですね、はい、そちらの方もねいい感じで、で隣に五右衛門風呂、なんかちっちゃい2つこう穴があって、板をこう
踏んで入るような五右衛門風呂もありましたね。はい、非常に、いいお風呂でした。でこれからね、夕食7時からなんですけど、まだね、ちょっと1時間ぐらいあるんで、まぁ、ちょっと飲もうかなと思って。本当はね、ちょっと、すぐ近くが、海になってるんですよ。なので、海とかちょっとね、見に行こうかなと思ったんですけど、今日ね、ちょっと移動日だったんで、もう疲れちゃったんでね、ゆっくり動画編集でもしながらですね、この、さっき買った伊豆の国ビール、これね、ピルスナーと、あとバイチェンっていうのがあって、2種類あったんですけど、とりあえずね、このピルスナー飲んでみます。感じの苦味ですね。これクラフトビールみたいな感じの、うん、意外と美味しい。今度はね、これバイチェン飲んでみますね。バイチェンのフルーティーですね。さっきのがちょっと苦味があって、なんかでもちょっとホワイトビールっぽい感じの、うん、美味しい。ここアシルテラスです。アシルテラスですね。これ全部アシルテラス。はい、ね、足湯はね8時までなんで、食事の前にちょっと来ました。向こうがね食事所ですね。あそこがフロントで、あっちが待合ですね。程よいね、あったかさ程よいです。ここまで足湯で、ここの声が泳いでるから、なんか意外もなかなかライトアップ。あそこが良かった場所、8階まである。